都政ももちろん鋭くこう問われる選挙だと思いますけれども、国政も一緒に、まあ、東京、首都東京ですから問われる選挙になるというふうに思うわけです。で、国政の中心問題っていっぱいありますけれども、あの憲法を守るのか書き換えてしまうか、原発を推進するのかゼロにしていくのかいうようなことが、まあ、問われてくるわけなので、本当にこの国政の問題にも直結するそういう位置づけとして、私たちとしては憲法を守って子どもたちやお孫さんたちに平和憲法をそのままこう渡せる、そういう選挙にしていきたいな、そういう訴えをさせていただきたいなと思っております。それと都政についてはもう先ほども言いました、都民の暮らしや福祉、港区民ではもちろんお金持ちの方たくさんいらっしゃいますけども、もう片方の局にはやはり生活厳しいっていう方もたくさんいるわけなんで、そういう人たちの生活本当に守っていく、そういう都議選にですね、私たちとしてはそういうことを主張していきたいなと思っております。ありがとうございます。さあ、それでは続きまして、みんなの党の安倍様、お願いいたします。はい、私、零細企業の経営者でございますけれども、いわゆるビジネスにあってですね、政治の世界にないものって何かなと、それは僕は事業計画だと思ってます。政治の世界、選挙でですね、何々をします、何々をしたい、まあ一言一言、いわゆる企画書、事業計画書で言えば1ページ目のコンセプトペーパーですね、その1行が、まあ、3つぐらい並んで、まあ、場合によって受かってしまう、そんな世界であるわけですけれども、実際ビジネスの場でそんな企画書を作ったら、まあここにいらっしゃる方も、まあ、すぐゴミ箱にしてますよね。実際は 5W1H、 いつ誰がどこでと、でいつまでにどのぐらいの予算 でどのぐらいどんなリスクがあるのか、そういったことをしっかり詰めていって初めて企画事業というものは通るんだと思います。で、皆さんが、課長の立場の方もいらっしゃると思いますけれども、例えば稟議100万円ぐらいの事業でもものすごい部下の方を詰められると思うんです。ですから政治家で都議会議員4年間で経費含めたら1億円その人に払うわけですよね。なんで100万円の稟議をめちゃくちゃ詰めることができて1億円を詰めることができないのか、僕には全く理解ができないところであります。この前提に立った時にですね、しっかり候補の段階からいつまでにどんなことを、そして具体的にどういう形でやるのか、例えば質疑というものをですね、ただやるだけでは物事は動きませんので、そこまでにいかに水面下で役人あるいは時に競合の会派の方と交渉するなり、そういったものを筋道立てていってですね、選挙戦を戦うことがこれからの時代の選挙なのではないかと思っております。まあ、言うだけは簡単でございますので、私としては簡単な計画でありますけれども、ウェブページに、恥ずかしながら掲載をさせていただき、そこでは1年後のですね、2014年の8月仮に当選した場合ですけれども、しっかり私が言ったことがどのぐらいの進捗になっていて、逆に言うとどのぐらいできていないのか、できているのかを報告したいというふうに思っております。厳しい目で見ていただければと思っております。以上です。ありがとうございます。さあ、それではおしまいに大塚様お願いいたします。先ほどが PR タイムだと思ったのでしましたけれども、はい、12年間の中での実績ということのことを言うつもりはありませんけれども、やはりタフな交渉ですとか、役人の皆さんとの、いろんな交渉、今安倍さん国レベルの話だったと思いますけれども、東京都は東京都でかなり、やはり石原都政の中での我々は是々非々でやってまいりましたし、与党という話をご指摘いただきましたけれども、しっかりアクセルとブレーキを踏んで、例えば新銀東京の400億の追加収支などには反対、あるいは築地の移転問題の方向性をしっかり決めてから賛成ということを口にしました。そういった都議会民主党らしさというのを出してきたつもりでありますし、これから猪瀬さんがどういう、スタンスで都政を引っ張っていくかによって、我々はそれに対してしっかりと対処していくことも必要ですし、いい政策についてとも皆さんにとって素晴らしいものはアクセルを踏んでいくということにしていきたいというふうに思います。それから私個人的にはもう12年前から
毎週3回街頭都政報告を続けてまいりました。これなぜやってるかというと、都民の皆さんに先ほどの投票率もそうですけど、都政をいかに理解してもらうか、いかに興味を持ってもらうかということが、私12年前に初当選して本当に疑問に感じておりました。それを何ができるかというと、私が発信をすることしかまずできないというのが私の政治的なスタンスでございましたので、その全てがホームページに載ってますから、全部ご覧いただければ、ぜひ私の行動がご覧いただけますし、現在は Facebook や Twitter で様々な情報発信もさせていただいております。ぜひ皆様からしっかりとした政策のご理解をいただいて、最後頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは、ただいまの時間をもちまして公開討論会終了といたします。立候補候補者の皆さん退場となります。皆様今一度大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなの党の阿部一馬様、そして共産党の井上正樹様、そして民主党の大塚隆明様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後候補に、戻られる方もいらっしゃいますから、はい、ありがとうございました。本当にお忙しい中ギリギリのお時間までお話しくださいました。さあ、それではおしまいに、本日のコーディネーターより皆様に簡単なご挨拶を差し上げたいと思います。それでは島津さん、よろしくお願いします。本日はこのようなすごく暑い日にですね、こちらに、来てくださってありがとうございます。ですね、まあ先ほど後藤委員長からもありましたけれども、やはり私ども有権者なんで、ぜひ考えを持ってですね、一票を投じていただきたいと思います。なんとなく見た目が良いからとかそういったことではなく、このような公開討論会を通じて政策や人柄を知っていただいて、必ず考えを持ってですね、投票行動に、移していただければと思います。まあ、公開討論会がそのきっかけになればと、思っておりますので、ぜひ、今後とも、公開討論会、ぜひ足を運んでいただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは閉会のご挨拶を、今回の公開討論会担当副委員長の鳥海敦史より差し上げます。はい、それではこちらからお願いいたします。本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。また近隣の方やご協力していただいた方、皆様本当にありがとうございます。大変感謝しております。本日公開討論会を行いましたが、これ1回やったからといってですね、劇的に投票率が変わるわけではありません。皆さんが常日頃からですね、選挙に関わる興味があること、もしくは選挙に行こうということを20代30代の方、皆さん呼びかけていただきたいと思います。これ継続してやっていくことが大切なんです。なのでこれは十数年やっております。皆さん継続して言い続けてやっていくことを、皆さん今日ご理解いただいて書いていただければと思います。また6月に行う東京都議会議員選挙もですね、ぜひとも投票に皆さん周りの人に声をかけていっていただければと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ただいまをもちまして本日の東京都議会議員選挙公開討論会を終了といたします。皆様、だんだん、ね、風が冷たくなってまいりました。ぜひこう会場を出る際には係員の指示に従ってお忘れ物なきよう、そして風邪などひかれませぬよう、お気をつけてご退場くださいませ。本日は誠にありがとうございました。司会進行を担当いたしました久野でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はありがとうございました。たけちゃん。あ、そうなんですか。たけちゃん。あ、どうもどうも。いつこの顔を後ろから襲うのか。チラシ配る。わかんない。
何も言えないし。